ブリガンダインは、主に人間の胸部や胴体を覆う、鎧の一種。ブリガンディン、ブリガンディンとも表記される。12世紀末頃から17世紀頃にかけて、製造され、世代や地域によって、材質、製法などに、多くのバリエーションがある。ブリガンダインの内側15世紀イタリア製の、モノキャンバス地の布や革などを、ベスト状に仕立て、 その裏地に長方形の金属片をリベットで打ち付けることで強度を高めたもの。高価なベルベットや金箔などで外装に美しい装飾を施した高級品もある。12世紀末頃まで主流を占めていたコートオブプレートに似るがブリガンダインはその発展型と言えるものである。相違点としてはコ頭部プレートに比べブリガンダインは使われる金属片が小さく その数が多い。またスケールアーマートもしばしば混同されるが、ブリガンダインは金属片を打ち付ける面が表裏役である。当初はコートオブプレートと同様に服の上から装着するものだったが、チェーンメールが普及してからはさらにその補助として、ブリガンダインをまとうことで防御力を高めたと推測されている。ブリガンダインの長所は、 装着時の動きやすさと破損しても、さほど技術を労せず修復できる高いメンテナンス性にあり、戦場に不可欠な機能と耐久性を合わせ持つ防具として長く使用された。防具の製造技術が発展し、ほぼ全身を強固に防護する。プレートアーマーが作られた後も、牙による移動を行わない不評や軽装を好む。騎士などは以前として、 ブリガンダインを愛用していたようである。また、中国では、秋代の中期以降、それまで、甲冑の主流形態だったラメラーアーマーや、スケールアーマーに代わって、ブリガンダインと同様の形式であるワタフスマコが、広く着用されるようになった。ブリガンダインの名称を一般的に、山賊や、追いはぎを指す、ブリガンドが由来である、山賊の鎧とする例が散見されるが、 これは正確ではない。元来ブリガンドは、不評あるいは、増評を表す言葉であり、あえて、日本語に言い換えれば、兵士の鎧とするのが、語訳として的確と言える。またルネサンス期の古典美術でも位の高い騎士が、色鮮やかなブリガンダインをまとった姿が描かれており、それらは王にして山賊などの霊落したイメージとは、ほど遠い。 また中世の地中海でよく見られた小型帆船の一種であるブリガンティンからの由来とする説もあるが、こちらは発音の類似から生じた一種の属説とされている。ありがとうございます。